虫眼鏡、おじさんすぎる問題ですよ。もういい加減に見てですね、見逃せない問題になってきました、はい、見てくださいこれ。また財布を忘れていきました。あの人ね、携帯も財布も毎日俺の家で探してて、で東京行ったら絶対タクシーの中に忘れてって、ね、で俺が後から降りるときに財布財布とか携帯携帯ってなってて、もう癖というよりももう病気になってますよ ね。いやもう年だね、おじちゃん。これ良くないということで、このおじちゃんを治すためにもう無理やりですよ、ショック療法としてこのおじちゃん財布をこちらのプーマの財布に中身そのまま入れ替えて、でこれを使ってなくさないようにしてもらおうと、はい、でプラスこれで童心に変えてね、内面のよどみ切ったおじちゃん部分を浄化してもらおうということでございます。優しい僕らからの気遣いですね、うん、これを早速いい財布なんだ、バーバリーのねえ、忘れられてかわいそうなんだ。忘れないじゃん、いい財布を大切にしていただこうということで、うん、じゃあ入れ替えていきましょう。いや昨日から財布がないなと思ってて、うん、まあでも僕最近結構忘れが多いから、うんうん、まあまあどっかに置き忘れたのかな、うん、まあでも変なところご飯屋さんとかに置き忘れてるってことはないから、うん、行ってないからねそもそも、うん、だからまあ探せば見つかるだろうと思って、うん、まあ今ちょっと探してたんだよ、うん、そしたら机の上にさこの、うん、ダサい財布があってさ、まあだから UM 来てるから、うん、UM って結構罰ゲーム特徴的じゃん、見たことない財布が置いてあったって、まあ、誰かが罰ゲームでやってんだな、ゆうやみと思って、うん、思ったのね、うん、そしたらこのタグがあんじゃん、うん、あ、これ新品だぞと、うん、岡崎市に来てから買ったものだなと思ってたわけですよ、うん、で僕も結構いたずらをする方のタイプでさ、うん、なんか誰かのタバコを全部なんていうのかな、うん、箱の中に入ってるタバコを全部アロンアルファでくっつけて1本のでかいタバコにするっていういたずらをしてたから、うん、まあ、仕返しされても仕方ないわけよ、うん、で、いやないだろうって、でもだからといって、ね、僕マンダイバーバリーだよ、バーバリーの財布使って、まあね、まさかそれはないだろうと思って開けてみるやん、いや俺のやんこれこれ僕の財布ですこれになりました僕。今気づくんかい、いつやったの昨日いやいや、これここに置いてあってさ、いやこれ僕のかもしれんなって思わんくない？だってさ、僕は単純にこれ千葉の財布だと思ったのよ。あー、なるほど。人の財布を勝手に開けるのって失礼に値するからさ、気づかにくないそれは。昨日、そのちょっと一回帰るから飯食いに行くときに呼んでって言ったときに財布を忘れていって、うん、あ、やっぱ忘れてったんだ。で、うわっおじさんじゃんっつって、うん、違うよ、みんなを信用してるからこそだよ、みんなを信用してるからこそのあれだったのに、俺だよ、みんな寝とるしよ、嫌なタイミングに気づきやがったんですよ僕も。ふざけんなよ、プレゼントだよねきっと。これはまあ哲也君が起きてからまたもう一回叩き起こすでも叩き起こしても仕方ないの、起こしに行くかなんだこっちのセリフだよ、なんだこれは。うん、なん財布だよプレゼントってこと。まあそうだね、僕のかっこいい財布は前使ってた。あるよこれは。なんで僕のお金がここに入ってんの。なくしちゃうから。あー、なくさないようにってこと。おじさんすぎるから子供の財布にしてあげた逆おじさんだからおじさん財布にしてくれよ。おじさんだとまずいから。なんで、え、おじさんダメなのとお金は。なくなっちゃうじゃん、財布が。違うでしょ、僕はおじさんだから忘れてたわけじゃないのよ。違うよ、うん、おじさんだから財布が忘れてた。違う違う、みんなのことを友達として信用してたからお金を取るやつはいないだろここにはと。なんならここが一番安全なわけよと思って友達のを信じて置いてったよ。そうしたらこうなっちゃったよ。友達を信じて玄関にめちゃくちゃ置いてあったのに、あー車に財布忘れたってずっと言ってた完全に居場所忘れてたよ。おーい、お前らの出前のガストを一回立て替えてやったのがあだになったな。まあこれでなくさないことでしょうよ。おい、僕のお前の財布はどこに行ったんだ。まあちゃんと大切に保管してありますよこれ使わんってかんのかよ僕これ。でも見つかったから別にいいんだけどね。ん、なんかしばらく気づかなかったらそれに変えようと思ったけど、うん、まあ気づいてしまったんで別に戻してもいいですか。おい、なんだ戻してもいいですよ。待っちゃったね眠たいし、多分確かになんか今さらそれ使いなさいって縛る理由がなくなっちゃったもうちょっとだ、ゆえみが帰るまで気づかなかったら強制的だったんだけど、うん、もう今日結構無駄にしたぞ、その心を探すための時間を返してほしい気づいたね。いやいや、なんか一番だと思うやん普通に。これこんな置いてあったら
芝の。なんかどうせ変な罰ゲームがあるんで、これ使わせてんだろうなと思ったから、だからこれ触らんかったのよ。人の財布触らないじゃん、普通ね。だけどなんかタグが落ちてて、プーマのタグが。いや、これやん。プーマの服隠していないからさ。だから、いや、新品だなと思って、誰なんだろうと思って、ちょっと出来心で開けてみたら、僕のカード入ってたよね。誰の財布からだろうと自分の財布だったんだ。結構ないよそんな経験。初めてでしょうね。うん、今まで使った財布より収納いいな。それが不便だなと思ったらじゃあ、うん、財布戻そう。不便だなと思うまでは使おうとするわじゃあ、うん、もう現段階でここがチェーン、このビヨンビヨンのチェーンのところがねじれてなんか不便だなと思って出たそう、なんか一回こう変なになるやつ、ね、単ひねりしちゃうやつ。不便だなと思ったら、うん、財布の場所を教えますので、まあまあまあ一回つけときますわ。はいはい、じゃあありがとうございました。プレゼントどういたしました。